会社で上司と会話するときに頭が回らなくて上司の話が入ってくる説明がきちんとできず、テンパってしまい適当な返しをしてしまい、なおさら話が通じなくなることがたまにあります。克服方法があれば教えてほしいです。武井さんはそういったことありますか？俺あんまないな。だけどそういう時ってやっぱり上司とかさ、そういう関係性でもうすでに緊張しちゃってんだよね。なんかね、脳が固くなってるような感じでさ、思考が回んないっていう、なんとかしなきゃって思ってるから、なかなか難しいんだよな、そういうなんていうのモードに入っちゃうと。俺らもさ、ほらすっごい、例えばわかんない、ザキヤマさんとかさ、藤本さんとかさ、もう話の回転が速くてずっとボケ続ける人とかがいると、俺らも言ったらちょっとボケる側だから、彼らが先にこうどんどんボケてるところを、こうツッコミの人がそれ拾って拾ってしてるところに、そんなにさ自分からボケるっていうタイプと、こう振られてボケていくタイプって違うから、そういう人たちいるとそのモードに入っていけなかったりする時あるんだよね。だからやっぱりそういう時になんか同じ戦い方しちゃうとやられちゃうんで、自分のなんか違う役割を探すんですけど、だから何だろう、会社で上司を話す時に上司の話を聞くなら聞くで、伝えるなら伝えるっていう、どっちかにまずフォーカスした方がいいですよ。聞きながらなんとか自分の思いも伝えなきゃみたいな、こうダブルの回線になっちゃうと結構苦手な人はこんがらがっちゃうと思うんで、まず聞いて、本当に分かんないことやったら咀嚼して質問して、まず整理するっていう、でその後に自分の思ったことを今度は話すことだけにフォーカスして伝えるか、もしくは伝えたいことはもう事前に書き出しておく、これとこれとこれとこれを伝えるって、でその上で話を聞いて、そのメモを見ながら、4つ考えたんですけどって言って1個ずつ伝えていくとか、やっぱりこう話がわけわかんなくなっちゃう人は、伝えたいことがいくつかあるんだけどそれを混ぜこぜになって順番ぐちゃぐちゃになっちゃうとか人多いから、過剰書きにしてこう書き出すっていうことをして、見ながら伝えるっていうことをする方がいいと思いますね。頭でそれができる人もいるんだけど、そうじゃない人は本当にそれが苦手だそうなんで、会話力って本当に結構先天的なものもあるから、その会話の話を構成する力って結構能力向いてる人と向いてない人もいるみたいで、だから僕はそういうの得意なタイプですけど、書き出して順序よく書き出しておくと、それが似たようなそういうことを頭の中で自然とやる人が話の上手な人なんだけど、それができない人は伝えるべきことを一からこう順番に書いておくといいらしいですよ。なんか脳の方に書いてありました、そんなこと。